に重さが。うわ、東大阪のですね、春徳道に来ています。いやー、ずっと来たかったんですよね。ウェイトリフティングできるってだけでもすごいね。ドロップフリーっていうのはね、まさに奇跡ですよね。来ましたよ。よろしくお願いします。トヨタのファンクショナルデザインの古川です。今日は一日お願いします。よろしくお願いします。店長のですね、松本優也さんことですね、まっちゃん。今日は一日、はい、まっちゃんでいいですか。はい、ありがとうございます。じゃあまっちゃんですね、店内を紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらバーエリア、鬼バーとなっております。お酒かなんか出てきそうなバーに見えますけれども、もちろんお酒もございます。マジですか、はい、お酒も出したんですね。はい。でも後ろに並んでるのはプロテイン。そうですね、体のためのプロテインでございます。あ、なるほど。じゃあ、はい、心のプロテインとしてお酒もあるよということですね。あとでちょっとお世話になりたいなと思いますが、では行きましょう。はい。入られて一番手前にありますショーケース、こちらには当店の商品などは並んでおります。こちらもビジター様 5% オフ、当店のメンバー様は 20% オフでご購入可能でございます。だ、結構僕持ってるのありますよ。こちらベンチプレスエリアとなっております。全部で7台ござい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 ます。鬼ジム24ではラック渋滞をなくすためにですね、ルールを設けてるんですね。軽い重量の時に使うラックと重い重量になっていくとラックを移っていくっていうことになるんですよね。はい。例えば一番軽い重量っていうとどこでやるんですか。こちらでございます。あ、ここですね。ここ、はい、シャフトがあって。ありがとうございます。これは何キロまでつけていいんですか。70キロまではこちらでやっていただきます。それを超えて80目からはどこに行きましょう。80からはこちらでございます。ここは何キロまで。120キロまで。次はどこに移りましょう。こちらでございます。なるほどなるほど。120から170キロがこちらでございまして、なるほど、終わったらこちらでございます。なかなかいないですね、ここまで来る人は。こちらが170キロ以上、何キロでも大丈夫でございます。まあそうですよね、はい、とこっちの方はどうなりましょうか。こちらも同じようなルールでございます、うん、はいはい。最初についている重量が規定重量となっております。ここはじゃあ20キロから70キロのゾーンでございます。あ、なるほど。ここも20のゾーンがあるんですね、はい、っていうとこっちは70から120のゾーン、はい、ほいでこちらも70から120のゾーンとなっているんですけれども、この台やりやすいんです。鬼の新製品でございます。このシートが滑らないんです、うん、全然のに柔らかい。公式台の高さギリギリを作っておりますということで、はい、120キロまでに設定したんですけれど、皆様この台でしかやらなくなりました。なので170キロまで使うことができます。ここはもう基本的に70以上だったらもう自由に使ってくださいよ、はい、ということですね。他にもですね、あの公式台がいっぱい、まあ、エレコとかね、はい、あるんですよね。こちらが公式台ですね、エレコのね、はい、いやー贅沢ですね。あのすいません、笑わないでくださいね。いやー、よいしょ、難しいけど、ビッグダルさん、ありがとうございます。ただ、古川さんはかなり力の流れがうまいです。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。流れを捉えるのがうまいんで、力の流れが一直線になってます。へー、あ、褒められちゃった。ありがとうございます。褒め上手ですね。で、今度はこのバーですね。これなんて言うんですか。スイスバーと言います。スイスバー、はい、これは何か利点としては、もともとアームカールのためのバーでございます。あ、なるほど。ただベンチプレスに使ってみると意外とハマるんです。どんな感じで使うのかちょっと見せていただいていいですか、はい、ナローベンチの方が特に好んでやる感じなんですか。いや、脇を開くと肩が痛い方はこちらを使うべきですね。なるほど、まあ、若干ちょっと痛めてて角度を変えればできるっていうケースもあるし、大胸筋にフォーカスして鍛えたいという時にもいいということですね、はい、スクワットエリアでございます。すごいですね、はい、この数ですよ。もう普通ないですよね。普通だったらパワーラックポンって置いて、もうそこにベンチを置いて、もうビッグ3全部そこでやってねみたいな話がこれですもんね。このスクワットラックも重量が増えてきたらラックを移動するということなんですね、はい、そうすることで渋滞なしよということなんですよね、はい、
あ、例えばここ20キロの、20から70 20から70でございます、ね、っていうとアップでここに入ると、はい、でやって70を超えるんだったら今度は隣のラックに移って70からその先にっていうことになるわけですね。ちょっと面白いバーを見つけました。 SSB あるんですね、はい、これのこのバーの、まあ、特色というか利点はどんなところにありますか。利点は、ベンチプレッサーに多いんですけど、うん、肩が痛くてスクワットができない。それですよね。肩が回らなくてスクワットできないっていう事態があるんですよね、はい、これちょっと僕行ってる大学にも欲しいですね。おこれちょっと監督さんに、はい、相談してみようかな。おもう肩への負担は全くないですね。で普段のスクワットよりも体の中心に重さがソンと落ちてくる感じですね。面白い。ちょっと負荷のかかり方も違ってくるんですね。どうかな、このまま重量上げてったらまたちょっと違った感想も出てくるんでしょうかね。一説によると体幹前面に効くっていうんですけど、はい、重くしていくと本当そういう感じ。しっかり息吸わないとグラグラってなるんですよ、はい、あ、そんなになるんですか、はい、まだちょっと変わったシャフトあるんですよね、はい、このヘックスバーですよね、はい、なかなかないですよ。24時間のジムで見たことないです。それが、まあ、まあ SSB もそうですけれども、もう何でも揃ってるんですねこちらはね。ありがとうございます。ちょっと使い方見せていただいていいですか。はい、スクワットの軌道であのデッドリフトができてしまうということですよね。はい、こちらデッドリフトエリアとなっております。お、そう、すごい、床から引けるんですね。はい、普通なかなかないですよね。しかもこれ何面あるんですかね。これ全部で5面ございます。もう下から引けるっていうのはもうめちゃめちゃ嬉しいことですね。ある程度だったらトント落としてもいい感じですよね、はい、もう正直投げてもらっても大丈夫です。いいんですか、そんなこと言っちゃって、はい、大丈夫でしょ。マジですか。デッドリフトってあの重くなってくるとプレートを差し替えるのが結構面倒くさかったりするじゃないですか、はい、当店ではこちらを使っていただきます。デッドリフトのジャッキでございます。このジャッキの使い方を教えていただいていいですか。はい、非常に簡単でございます。こちら向きに立てていただきまして、はい、引っ掛けます。引っ掛けて蹴る。なるほどなるほど、はい、簡単に抜けるということですね。あとあの液体チョーク使ってみたいんですけどいいですかね。はい、どうぞ。 どれぐらいつけるんですか。ちょこっとでいいと思います。これぐらいだとどうですか。はい、大丈夫です。多すぎます。ちょっと多いです。ああ、本当に、はい、皆さんこれで置いて結構伸びますよ。これ知らなかったな。でこれをこういうことを、はい、お、思ったよりサラサラ。ちょっと乾かしてください。手を振って、あ、白くなった。さっき全然透明だったんですけどね、はい、あ、こういう感じなんですね。他のチョークとうちのチョークの違い、はい、めっちゃいい匂いするんですよ。あ、本当だあ、じゃあ相撲でやってみよう。よし、これもなんかワンポイントアドバイスお願いします。はい、つま先もうちょっと開きましょう、はい、で体幹をもうちょっと近づけましょう。お尻を振ってください。薄く。こういうことですか。自分を近づけると、こういうことなんですね。上半身が立つんで浮いてきます。なるほど。よいしょ、ちょっとこう、ごめんなさい、フックグリップにさせていただきます。どうぞどうぞ。こういうこと。そうです。まだマシ。まだマシ。はい、で今度はダンベルエリアですね。はい。すごい数ですよ。さっきの70まであったと。70ってどれですかね。すごい。これちょっと写してみよう。やっかりした。この運び台あってよかったです。これなかったら一苦労ですよね。70キロです。もう僕の手と比べたら、まあ、どんだけでかいか分かると思うんですけどね。よいしょ。うわ、上がらん。上がらないです。このダンベルって使う人いるんですか。いらっしゃいます。本当に、はい、普通じゃないですね。あの人は普通ではないですね。ダンベルベンチプレスでこちらを使われます。あの、何やってる方なんですか。ベンチプレッサーでございます。トップの人ですねきっとね。当店のインスタグラムによく出てきている豊島選手。ああ、そう、はい、
豊島選手の情報も概要欄に入れさせていただきますね。当店の普通のジムとの違い、ダンベル 12.5 から30キロが3セットずつございます。なるほど。ダンベル待ちはまずないです。私見つけちゃいました。すごいですね。ケトルベル、要はこうですよね。こうしてこうやってケトルベルスイングとかやるわけですよね、はい、でこんな感じの使い方をみんなされてると。うちの会員様でそれをやられている方はあんまりいらっしゃらないです。何に使うんですかこれ。ベンチプレスで使います。ベンチでどうやって使うんですか。なるほど、こういうことなんですね。ちょっとやっていただいてよろしいですか、はい、こうやってケトルベルが揺れるじゃないですか。この揺れっていうのを制動することで関節を支えているスタビライザー、いわゆるインナーマッスルたちですね、ここの反応性が高まるんですよね。ちょっと気づけないような体の歪みっていうものにも大きくこれは引っ張られるんですよ。そうすると体自身がその歪んだ部分、それを生んでいる弱い部分の筋肉っていうのを使おうとしてくれるんですね。筋バランスを全体的にしっかり掘り下げて正していくような方法になります。ありがとうございます。こうこれでも軽くても大変なんじゃないですかね。はい、しんどいです。ちょっと体験してみます。古川さんうまい。え、本当うまいっすよ。でもこれあんまり揺れた方がいいのかもしれないね。うわあ、いやでもちょっと個人的にはこれ系好きですね、はい、リハビリで関節の安定性スタビリティを上げる、はい、ただ硬いだけじゃなくて動けるダイナミックスタビリティって言うんですけど、それを上げるためにわざと外から刺激入れたりする、はいはい、それと同じ構造ですね。体をね、綺麗に使ってるつもりでもちょっとムラがあるんですよ。強い負荷がかかった時にそのムラが顔を出して崩れたりするんですけど、そこを高い重量じゃないとリーチできないとなると怪我と隣り合わせじゃないですか。こういう工夫をすることで軽い重量でそのエラーをですね、炙り出すことができるんですよね。なんか何気にめちゃめちゃアカデミックな方法をしてます、ね、はい、これ腹筋なんですね。はい、プルダウン、このローイングもあっちの、プルダウンも片側ずつやれるんですね、はい、でこちらはレッグプレスですね。え、これこんな動きするんですか。はい、すげえ。なぜこの足元がこう動くんですか。足首が硬い、腰が痛い、膝が痛い、そういった方々のために動くようになっているはずです。なるほどね、はい、これはちょっと補足説明をさせていただきます。足首が硬いとなんで膝や腰に来るっていうと、足首を深く曲げようとして硬いとこうやって膝がね内に逃げるんですよ、ね、ってなってくると膝ってまっすぐこうやって曲げ伸ばしするのが得意な関節で、内や外にぶらすと壊れやすい、特に内に変えると壊れやすいんですよね。そういうことをさせないために足首側が動いてくれるってことですよね。また膝を今度意識するじゃないですか。そうすると股関節をガツンと引っ掛けて痛めやすい、股関節動かなくなると今度腰をこうやって動かし出すんですよ人ってね。ってなってくると今度腰痛めるって、そういうストーリーがあるんですね。だから足首が柔軟であることって結構大事なんだけれども、それは怪我してたりリハビリの間で賄えない瞬間があるんですよ。でその時期にトレーニングしないのか、その時期にはその足首に合わせてトレーニングができるのかっていうので、リハビリ期のトレーニングの充実度が変わってきちゃうんですよね。普通にレッグプレスだと思ってたんで度肝を抜かれてしまいました。今度こちらは何ですか。これはこれはベルトスクワットと言います。ここのバーを持ったまんま立ち上がってください。あ、これ見た目以上にきついです、はい、逃がしどころがないですね。そうですね、アサルトバイク、こうやってね、そう、足だけじゃないですよ、手も使うからね、カロリーの消費が効率的に進みます。はい、これなんかもですね、普通床が動いてくれるじゃないですか。そうじゃないですよ、自分の足でこうやって漕ぐんですよね。ハムパンパンになりますよ。はい、で今度はローイングマシンですね。
こっからよいしょ。ここがストレッチエリアですね。こんなことだってできちゃいますよ。まあこんなことしちゃダメですけどね。はい、この広大なエリアにはバランスボールもしっかりあります。小さいのと大きいの両方ありますね。バランストレーニングなんかもいいんじゃないですかね。骨盤職人ですよ。これ初めて見た時ね、僕あんまりこういうあの道具って手でやる側の治療家だからふんって思ってたんですけど、いやこれいいっすよってパワーリフターの方に選手に言われて、おそうなのって使ってみたらめっちゃいい。腰椎特に下の方の腰をデッドの中でグッて痛める。でその後こわばるんですよね。でこわばって伸びにくくなっちゃった関節なんかをこれでねモビリティつけることができたりもするんですよ。こうやって狭くしてパッて寝てあげる。でちょっと振ってあげたりしてね。これ結構な優れものですよ。マッサージガンですよ。これ2機ありますね。マッサージガンに関してはですね TXP チャンネルさんの方でも紹介させていただいてますし、私のチャンネルでもですねマッサージガンを使ったセルフケアに関しては触れさせていただいてます。これ速攻性高いし筋膜の緊張を解くことでね関節のモビリティをパッと変えるのにものすごく役に立ちますよ。こんなんもありましたよ、電動で。ただ普通にこうフォームローラーとして使ったっていいんですよ。なんだけれども振動がかかることで反射的な緊張の変化っていうのがめちゃめちゃ強く出る。だから振動しないものとこっち、振動するものを比べたらこっちの方がはるかに効率が高いと思ってください。そしてウェイトリフティングエリアですね。もうここに来たくてどうしようもなかったですね。ようやっと念願かなって練習をすることができました。女子用のシャフトもありますし、ドロップミットもありますね。ボックスがあるんですよ。ボックス練習もできるし縦につなげるとジャーク、ボックスジャークもできるんですよね。全部揃ってます。どうもありがとうございました、はい、一つ一つのスケールがでかいですね。ビッグ3に関してはですね全て競技用の規格をクリアした機材なんだそうです。試合に出る方なんかもですねそのまんま試合にアジャストしたトレーニングが積めるという非常に素晴らしい、環境でした。ウェイトリフティングエリアはドロップし放題だし1日じゃ回りきれないですね。これはもう入会するしかないですね。ありがとうございます。こんないいジムがですね東京にもあったら絶対入るんですけどね。実は東京鬼ジム町屋できます。すいません、ちょっと三文芝居でしたけれども、実はですね東京のジムの方にもですね、この後取材に行ってくることになりました。東京の方でもですねウェイトリフティングドロップフリーのですね、環境が手に入るということで練習場難民の方々にとてもいい、情報になるのではないかなと思います。乞うご期待ですね。ところでですね、はい、彼今スナッチ一生懸命練習してるんですよ。会員さんのニコライさんとスナッチ対決するんですって、はい、どっちが100キロ先に刺すかっていうところなんですよね。で、まあ、自力的に言ったらもういつ刺してもおかしくないぐらいお強いんですけれどもまだ始められたばっかりであれから1ヶ月半練習をされてるということなのでもしよろしかったら僕と勝負していただいてもよろしいですか。もちろんですとも。次回ですねまっちゃんとスナッチ対決お楽しみに。